皆さんどうも、亀言です。ここちょっと数日ですね、ちょっと体調が悪くて、ちょっと寝込んでて、ちょっとね、ショート動画でも、その内容をね、上げたら、コメントの方をね、皆さんいただいて、おかげさまで、ちょっとね、すっかり今良くなって、良くなったら急にね、また調子に乗って、こうしてね、動画の方、ちょっとね、むやみやたらにちょっとアップしたりしてるんですが、爆竹の夢を、桜井さんがね、去年ちょっと亡くなられて、おそらくですけど、ちょっと3回見たんですが、桜井さんが亡くなられるもっとね、だいぶ前に、1回見て、合計4回、4回、ここ数年で、まあ、記憶してる範囲なんですけど、ちょっと夢を見て、ここ最近ですね、特に3回ぐらいね、立て続けに夢を見て、爆竹関連で見る夢も、夢によって内容は違うんですが、去年桜井さんが亡くなるもっと前に見た夢は、これはまあありえないですし、ちょっとブーイング殺到するとは思うんですけど、爆竹のね、メンバーと一緒に演奏する、もうステージですね、一緒に演奏するっていうところまでの自分がですね、一緒に演奏する夢をね、させてもらったこともあるんですけど、で、その桜井さんがちょっと亡くなって、まあ、1ヶ月か2ヶ月ぐらいした時見た夢が、その時はですね、夜のお店と、夜のお店いたらちょっと変な表現になりますけど、夜のちょっとおしゃれなバーのようなところでメンバー全員の方とお会いする夢を見ました。ちょっとね、はっきりとはどんなことを話したかとか、そういうのは覚えてないんで、そういった光景の夢を見て。あと、三つ目の夢が、これはちょっと今井さん中心で、屋外のライブで今井さんが、こう、ステージをね、ダーッと回っているところをひたすら自分がついてて、今井さんって言ってね、そういった内容のちょっとね、夢が三つ目で、で、四つ目が、このちょっとね、体調不良で、ちょうど治りかけの時にね、見た、桜井さん、アクの花ツアーだったんですけど、アクの花ツアーなんですけど、格好はね、ここ最近の桜井さんの風貌で、桜井さんがね、こう、後ろの方にいる私の方にね、桜井さんがこう、近づいてきてね、で、桜井さんって私叫んだらね、桜井さんにっこりと微笑みをね、ちょっと返してくれたっていう夢だったんですけど、なのをちょっと思い出します。この前見たね、ちょっと、桜井さんの夢もそうですし、桜井さん亡くなられてからね、ちょっと爆竹の、まあ、特にメンバーにね、やっぱ夢ってね、自分がずっとね、意識に上ったことがね、まあ、夢に出ると思いますし、まあ、ツイッターとかでもタイムラインとかでも、夢でね、爆竹メンバーにね、会ったとか、まあ、そういったね、内容の投稿もね、見かけることもあったので、まあ、結構ちょっと夢で、まあ、メンバーに会えるっていう表現はちょっとおかしいかもしれないですけど、まあ、そういったファンの方もちょっと今多いんじゃないかなとね、ふと思ったりもします。まあね、でも夢の中ではね、もう本当に現実に起こってることのようにね、思えたり、あの時のね、桜井さんの表情であったりとか、まあ、あまりにもリアルというか、やっぱり本人、まさかね、そのものとか、まあ、夢の中ではあるんですけど、夢の中、夢で会えるさでね、コメントでも、ちょっと、セレナーデのね、歌詞の中に登場する、夢で会えるさ、って言った内容のね、歌も、ちょっとね、コメントでいただいたんですけど、まあ、桜井さんのそのセレナーデのね、歌詞も、なんかね、今こうしてみたら、まるでなんか桜井さん本人のことをね、なんか、言ってるようにもね、思えたり、今すごい不思議な、ちょっと体験してるな、まあ、体験というか夢なんですけど、ちょっとね、今、まあ、爆竹のことはやっぱり、ね、桜井さんのこと特にね、考えてるのかなと自分の中でね。まあ皆さん、そんなこんなちょっとすごいまとまりのね、ない話でしたけど、今回ちょっと終わりの挨拶は、クライマックスツギャザーからね、We love war.